はいどうも、ヘビフロッグと申します。蚊の幼虫といえば、ボウフラですよね。このボウフラの食べ物は、水中のデトリタスです。デトリタスというのは、水の底に沈んだ生物の死骸や排泄物のことです。要するに、水の中にある生ゴミです。ボウフラといえば、汚い水たまりに湧くイメージですが、それもそのはず、その汚れの原因を食べているというわけです。成虫になると害虫ですが、逆に幼虫の時は水の掃除屋さんとして役に立っているんですよね。一応不快害虫ではあるんですが、この通り一部役に立っていることもあるので、今回はその活動を尊重して、こいつらボウフラに餌やりをしたいと思います。というわけで、今回与える餌はこれです。蚊です。今回はこの僕の血を吸った蚊をボウフラに与えます。ボウフラの餌は水中の生ゴミですので、この蚊も水中に沈めると餌になり得ます。野生の虫は同族など全く関係ありません。死んでしまえば全て餌です。まずはボウフラを取り出しましょう。ボウフラが水滴の中で泳いでいます。お、早速、そこのゴミを食べていますね。ここに蚊を落とします。ただ蚊は体が軽いので水面に浮かんでしまうんですよね。ですので蚊を一度水でふやかします。即席麺のようにこれでふやけるので、ある程度水を吸収したら与えます。ちなみに蚊は死んでいるのでご安心ください。水を吸ったので早速与えましょう。というわけで与えていきます。ほら、さあ、食べるでしょうか。お、近づいています。蚊に当たっていますね。ですがまだ食べる様子はありません。蚊の存在に気づいていませんね。お、一匹のボウフラが蚊の下に潜っています。これは食べているのでしょうか。お、蚊に食いつきました。完全に食べています。おー、食ってる食ってる。ボウフラが蚊を食べていますね。お、お尻を食べ始めました。蚊に入った血液を飲んでいますね。お尻から出る蚊の血液をチューチュー吸っています。ただ、近くで見ると噛みついているというよりも口のブラシのようなもので擦っているように見えますね。まるで蚊を掃除するように蚊の周りを擦るように食べています。見ている感じ、ミルワームのように食いちぎるわけではなく、蚊の体表に口をつけて動かしています。お、よく見てみると先ほどまでなかった黒くて丸いものがあります。おそらくこれはボウフラの糞ですね。いい食べ物にありつけたのか、そこら中に糞をしていますね。ボウフラの糞、これほど需要のないものがこの世界に存在するでしょうか。まあただ水中のプランクトンがこの糞を食べるので、そう考えると無駄なものではありませんね。どうやらもう少し柔らかい方が食べやすいそうですので、この蚊を分解します。ほら、もう少し分解してデトリタスレベルを上げました。これで食べやすいはずです。お、食いつきましたね。こちらの方が食いつきがいいです。こういう感じでボウフラは水の中にあるゴミを掃除しているんですね。はい、というわけで今回はボウフラに蚊を与える動画でした。皆さんもぜひ機会があればボウフラに蚊を与えてみてはどうでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。